架空料金請求詐欺をはじめとする特殊詐欺、その手口は年々複雑、巧妙化していて米子警察署管内でも今年の被害件数は去年の同じ時期に比べて8件多い20件、その被害総額は2025万円にも及んでいます。このため特殊詐欺被害防止に向けて 防犯指導や啓発活動などを連携して行う団体を2015年から毎年移植しています今日は移植式が行われ土井田敦氏所長から NPO 法人コミュニティネット参院や株式会社マルボーなど4つの団体の代表者に移植状が手渡されました皆さんが、えー 消費者知識を身につけていただければ大変ありがたいかな、それによって防犯力みたいなものも上がっていくんじゃないかなという期待をして、活動をいたしております警察と連携し、多くの方にです、ね、広報して、犯罪が一つでも減るよう、連携してまいいりたいです委嘱された4団体は、今日から1年間。 特殊詐欺被害防止協力団体として活動を行うことになっています。最近の特殊詐欺は、投資関連や国際ロマンス詐欺など若者層にも被害が広がっていて、幅広い層に対しても注意を呼びかけています。